改めまして、竈門炭治郎役の花屋夏樹です。橋平井之助役の松岡一徳です。さあ、キャスト発表からねだいぶ時間経ちましたけど、はい、境外との戦いでついに井之助が登場しました。いました。さあ、見た目通りのね、猪突猛進というね、はい、まあ、イノシシのね、かぶり物をした見た目をしてますけど、うん、どうですか、演じるの難しいですか、キャラクターとして猪助は。基本的に外見がさ、あのイノシシのあれかぶっちゃってるから、かぶっちゃってるからね、あの表情がね全く読み取れないっていうのがある。そうなんですよね、うんうん、ただそれはやっぱ現場で作っていくものだとも思うし、はい、あとはその自分が今この状況、このシーンだと、うんうん、そのかぶり物の中で猪助がどんな表情をして、あの自分の感情を爆発させてるのか、うん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 、っていうのを一番大事にしてるかな、はいはいはい、だからそれが声で伝わってればいいんだけど、いや、もうバリバリ伝わってますよ本当に、うん、やっぱ結構猪助って表情豊かだし、うん、すごい、まあ声も毎回ね大きいというかね、うん、リアクションもでかいんで、うん、すごいやっぱこう大げさぐらいがちょうどいいみたいなね、そうなんだよね、感じがあるじゃないですか、うんうん、そこがやっぱ猪助さんのお芝居で、うん、こうめちゃくちゃ伝わってきますね。あとすごくね、うん、一番最初ものすごく悪く作った、はい、はい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 、うん、なんかディレクションでね、うん、最初は炭治郎たちの味方かどうか分かんないから、うん、悪くやっちゃってくださいみたいなね、うん、ありましたよね、うんうん、それが今どうですかね。皆さん多分本放送も見られてるとは思うんですけど、ほわ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 して天ぷらバクバク食って食ってね、うん、どこら辺からこう切り替えたんですか、その悪とその仲間とのこの境界線というか。だんだんと第二段階に移行したのが、はい、ずるって頭突き食らって向けた後かな。なるほど、うん、あそこでこうベーンってね、うん、目が飛び出してね、うん、そう原作読んでてもね、そこまでのこの猪助の猪獅子の目がちょっと怖いんですよね、うんうん、で頭突きされた後からなんかちょっと表情がまた違うんですよね、猪獅子のね、うんうん、だからあそこからだんだんと、多分これ気づいてる方もいるかもしれないんだけど、だん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 気づかないレベルで声のトーンを柔らかくしてってんの、うん、おお、もう誰にも気づかれないように、うん、あ、そうですか、うん、じゃあその微調整の結果だんだんこのかまぼこ体に、そう、かまぼこ体に馴染んでいってるという。だからあのシーンめっちゃ好きだったよ、はい、どのシーンですか、あれ、かまぼこコンパチロ、かまぼこコンパチロって誰なんだ、誰なんだ、お前だいや、猪助がね、この3人というか、まあ、4人、禰豆子含めね、うん、になってから、パーティーになってから、うん、やっぱ結構そのキャラクターの立ち位置もね全然変わってくるんですよね、うん、今までは善逸がどっちかというとボケで、うん、こう炭治郎がね突っ込んだりしてたんですけど、猪助が入ることによって、うん、炭治郎もボケになるっていうね善逸突っ込んでる、そうなんですよ、善逸がなぜか常識人みたいなね、うん、あー、うるさいわって言って、お前が一番うるさいわみたいな感じになってるんだけど立ち位置になるのがまたね、うん、いいですよね、うん、だから4人のね、まあ、そのさっき言いましたけど俗に言うかまぼこ隊って呼ばれてるみたいでね、うんうん、聞いたんですけどね、うん、それはすごいねやり取りが楽しいですね、うん、だから本当にね待った甲斐があったなって、あ、うん、スタッフさんたちもその善逸と猪助と炭治郎禰豆子がこう4人いて、で掛け合いが始まった時に、うん、あ、やっとなんか鬼滅始まったなというか、わ、すごい面白くなってきたなってより感じたみたいで、うん、そこは嬉しいですね、うん、そう考えていただけると、ね。